Hi, I'm Oki, and welcome to Oki's Vegetable Carver. I'm a sushi chef and vegetable carver who lives in Osaka. In each episode, I'll show you how to carve the vegetables that you can do it in your kitchen. So please enjoy it. Oki's Vegetable Carving.皆さんこんにちは、いつもご覧くださりありがとうございます。今日はですね、とっても日本風といいますか、お作りとかにすごく似合う剥き物をご紹介いたします。まずは2人の長さにカットしましたきゅうりを縦に置きまして、この動画のようにまっすぐ下に切り込みを入れます。これぐらいの深さですね。はい、この両端の部分が、取っ手につながる部分になります。で、真ん中のところに後で穴を開けて水をためるところを作っております。このような形で不要な部分をカットしていきます。この剥き物の、注意点といいますか、難しいところは両端に残す持つ手のところですね、持つ手につながるところ、ここが、若干折れやすいので気をつけながらゆっくりやってみてください。これ今何をしているかと言いますと、ちょっとご説明の絵が出ます。このような感じですね、根元に向かってちょっと狭めていく、はい、この角度だとこっち の太いままよりもより手桶らしくリアルに見えるんですね。これはですから、できそうでしたらやっていただいてもいいですし、別にこのそこまで気を使わなければ太いままでも全然問題ないかと思います。はい、あとはここをより本物に近づけるためにですね、まだ若干分厚いところを薄くカットして形を整えております。はい、できましたら中をくり抜き器でくり抜きまして、水を入れるところを再現します。このくり抜き器1本あればですね、フルーツとかにもすごい使えますんで、今いろんなところで売ってますから、よろしかったら1本ご用意ください。もしなければですね、スプーンでくり抜いたりもできます。ちょっと形は崩れますけど、スプーンでも代用可能です。ここからは先の細い包丁があればいいんですけども、私はこういう剥き物包丁を使ってるんですけども、もしお家になければ一番先の細い包丁、もしくは彫刻刀なんかでも大丈夫なので、そちらをご用意ください。こちらを使ってそれぞれの柱に取っ手を通す穴を開けます。今日大変カメラワークがですね、手元が映ってなかったり、オートフォーカスで画像が乱れたりしておりまして、大変申し訳ありません。できるだけ分かりやすいように音声も入れておりますが、ご容赦ください。はい、これ取っ手の横に渡す部分ですね。両端の先端を各穴に入れやすいように細く作ります。で、この穴に作ったものをはめ込みます。再び映像が乱れております、申し訳ありません。これで完成ですね。はい、さらにここにナイフや彫刻刀などで模様をつけるとより楽しい手桶になるんですけども、こちらも映っておりませんで申し訳ありません。
もしまたリクエストいただきましたら、こういったのも再現 VTR 作らせていただこうと思います。完成です。どうもありがとうございました。 Thank you so much. アビアント。 See you around.